はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの10月2週目の紹介をしていこうと思います。はい、というわけで早速今週のトピックスですけども、今週のトピックスは、今週末に第27回マジック・ザ・ギャザリング世界選手権が行われましたね。はい、ということでこの大会はね、マジックプロリーグや、ライバルズリーグなどを勝ち抜いた至高のプレイヤーたちが、2020年から2021年シーズンの頂点を決める戦いをしていて、今回はその中で日本人選手が5名出場というところで話題になってますね。で、まあ、この撮影自体はね金曜日に行っているので、最終的にねどうなったかっていうのは分かんないんですけども、この大会の結果次第で活躍したカードがあればそういうのもね市場に影響出てきますので、スタンダードやってる方に関してはチェックしておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで早速今週の注目カードランキングに参りましょう。はい、ではまず最初は今週の第5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位はスカラベの神になります。こちら初登場のカードなので候補を紹介すると、5マナ55の伝説のクリーチャー神で、あなたのアップキープ開始時に対戦相手はそれぞれ X 点ライフを失い、あなたは戦術 X を行うと。で、 X はあなたがコントロールするゾンビの総数に等しいと。で、4マナの起動型能力で、墓地からクリーチャーカードを1枚対象としてそれを追放すると。すると黒の44ゾンビであることを除き、それのコピーであるトークンを生成すると。このカードが死亡した時、次の終了ステップの開始にこれを手札に戻すよということで、当時のねスタンダードではトップレアであり、環境をね支配したカードの1枚だったスカラメの神なんですけども、パイオニア発足当時にはね結構注目度も集めていて、価格も高かった印象だったんですが、ここ最近はね競技需要が上がってなかったことと、ダブルマスターズで再録されたこともあり、価格が比較的落ち着いてた印象でした。ただ今こちらがね海外でかなり注目度が上がっていて、でこれはなぜかっていうと、実はこのスカラベの神に限った話ではないんですが、先々週にねお伝えしていた墓所売同様、今海外でゾンビ関連のカードがめちゃめちゃ注目度が上がってるんですよね。で、他のね例で言うと、アンデッドの船長だったり、疫病吹き、あとはロッドハルクなどの旧枠カードからね新進枠のカードまで、かなり幅広いゾンビカードの注目度が上がってるんですよね。これらに関しては競技需要ではなく、カジュアルな EDH 需要である可能性が高いと思います。で、あの墓所売の際にねお伝えしていた新しく登場したウィルヘルトももちろんそうなんですけども、このスカラベの神時代もゾンビシナジーを持った伝説のクリーチャーなので、ジェネラルとしての需要も上がってるものかと思います。で、その結果、海外ではなんと今42ドルということで、ダブルマスターで再録されたにもかかわらずめちゃめちゃ価格が上がってるんですよね。で、こちらに関しては欲しい方に関しては買いでいいと思います。で、まあ、理由なんですけども、まあもちろんね単純に海外費で考えた時にかなりお得感はある価格ではあるんですが、もちろんそれだけではなくてね、元々のスカラベの神のスペックの高さですね。まあやっぱりね当時のスタンダードで猛威を振るっただけあって、もう能力がてんこ盛りでどれもめちゃめちゃ強力なんですよね。まあただしやっぱり5マナっていうところがね今のその令和のマジックでちょっとネックになりそうではあるんですけども、今ね実際パイオニアの 5C2VMZ なんかでは、採用されたりもするので、まあ今後ねさらに強力なゾンビができた時にもう一花咲かせてくれる可能性はあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、あとは言わずもがな、日本での EDH 需要ですね。こちらね個人的にもね一回組んでみたいなと思ってるジェネラルで、まあ、かなりね強力な効果を持ってるので、あのカジュアル寄りにもガチ寄りにもね構築できる非常に面白いジェネラルだと思っているので、今後ね人気上がってくる可能性全然あるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、なので、この価格であれば購入しておいてもいいのかなというのが個人的な見解になります。で、さらにね個人的におすすめなのは、ジェネラル需要の高い初版のホイールですね。で、初版のホイールに関しては、今ね日本語版なら最安値で2600円で、英語版だったら3200円となっていて、まあ、いずれもね海外の通常版の価格よりも安い水準かつ、もうすでに在庫が少なくなってるのでおすすめなんじゃないかなというふうに思いますね。よって基準としては、通常版であれば800円以下であれば買い、1500円以上で売りぐらいの水準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位はエドガー・マルコフになります。
こちらも初登場のカードなので、効果を説明すると、6マナ4用の伝説のクリーチャー吸血鬼騎士で、遺構という効果を持っていて、あなたが他の吸血鬼呪文を一つ唱えるたびに、江戸川マルコフが統率者領域か戦場にある場合、黒の11の吸血鬼クリーチャートークンを一体生成すると。で、先制攻撃速攻を持っていて、マルコフが攻撃するたび、あなたがコントロールする各吸血鬼の上にそれぞれプラス1カウンターを1個置くよと。いうことで、統率者戦ではね、非常に強力なキーワード能力である遺構を持った統率者で、このサイクルはね、統率者2017に収録されたサイクルなんですけども、どれもね、強力で人気なジェネラルばかりなんですよね。で、その中でも今注目度が上がってるのがこの江戸川マルコフで、で、理由はやはりイニストラード真夜中の狩りにより新たなヴァンパイアが登場したこと、そして次セット、シンクのちぎりではさらに多くのヴァンパイアが登場することが予想されてるからですね。で、実際ね、シンクのちぎりは11月19日発売ということで、まあ、プレリリースのタイミングで考えると来週で約あと1ヶ月というような状況ですかね。まあ、なので次セットへの、ね、期待感が高まり早くも高騰しているような状況となります。で、その結果ね、あのグラフ全然動いてないように見えるんですけども、この1080円というものの価格に関してはいわゆるね、大盤カードの価格で、実際のね、価格としてはなんと最安値で6999円まで上がってるんですよね。で、こちらに関しては、素直に売りでいいと思います。で、理由としてはね、まあ、まずいつも通り海外の価格見ていただきたいんですが、現状海外の価格が79ドルということで、なんと海外では8500円程度まで上がっていて、日本よりもね、さらに高い水準になってるんですよね。で、ただし、やっぱこちらに関しては、そのね、EDH 大国ならではの特徴があると思いますので、まあ、安易にね、比較するのは早計なのかなというふうには思っていますね。で、まあ、そう考えると、まあ、今後強化されるとはいえ、まあ、日本でね、ジェネラル需要のみのピンポイント需要であるってことを考えると、まあ、統率者セットのカードが7000円というのはさすがに高い水準なのかなというふうに思うので、持っていて不要な方に関しては売ってしまってもいいんじゃないかなというふうに思います。で、ただしね、こちら地元のショップ等でね、まだその新品で安く売ってるっていう掘り出し物ね、ある可能性ありますので、もしね、安く売ってるお店があったら、買っておくのはありかなというふうに思います。それらを踏まえた上での基準は、4000円以下であれば買い、6000円以上で売るぐらいの、比較的緩めの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい、今週の第3位は、大魔導士の魔除けになります。こちらね、以前にも何度か紹介したので、効果を割愛させてもらいますけども、以前にね、紹介した際にも、注目度がね、上がり続けていたカードではありましたが、今このタイミングになり、さらに注目度が上がってるんですよね。で、理由としては、先週にもお伝えした、モダンの青白コントロールの流星ですね。こちらね、先週お伝えしていた通り、現状青白コントロールの支配率が、この群雄割拠のモダンメタゲームの中で、ナンバーワンという風になっていて、モダンのトップメタに君臨してるんですよね。しかもそれだけではなく、トップメタの一角であるカウンターモンキーにも採用され始めていて、需要がかなり上がってるような状況なんですよね。で、しかもね、ちょっとね、驚きだったのが、なんと10年以上モダンのコントロールデッキを支え続けた、謎めいた命令がね、このコントロールデッキから抜け始めてるんですよね。で、実際全く入ってないかって言ったらそういうわけではないんですけども、このね、令和の時代になり、この青命令が徐々に青チャームへと変わってきてるような状況なんですよね。で、これらの要因により、需要がじわじわと上がり続けていて、モダンホライゾン2でね、コレブ限定とはいえ、再録されたにもかかわらず、全然価格は下がらず、かつ少し価格がラグっていて、最安値で1890円まで上がってきております。で、こちらに関しては、まあ、ぼちぼち売りでもいいんじゃないかなというふうに思っていて、まずね、海外の価格を見ていただくと、現在の価格が 19.75 ドルということで、もうすでにね、海外では2000円を超えているような状況なんですよね。まあ、なので、日本でも2000円を超えてくる可能性っていうのは全然あると思ってるんですが、これ以上はどうかっていうことを言われると、まあ、レアリティを考えると、まあ、この辺が限界なのかなっていうのが僕の感覚ですね。で、今はね、青白コントロールがトップメタっていうことで、で、今はね、青白コントロールがトップメタっていうことで、こちらのね、採用率めちゃめちゃ高い水準まで来てるんですけども、メタが回ってね、コントロールが下火になれば、価格も下がってくるとは思いますし、現状ね、モダン以外での需要っていうのはかなり見込みづらい状況なので、不要な方に関しては需要が高まってる今のうちに売ってしまってもいいんじゃないかなというのが僕の見解になります。よって基準としては、1500円以下であれば買い、2000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい、今週の第2位はレンジャークラスになります。
こちら実はね、初登場の方なので、効果紹介させてもらうと、2マナのエンチャントクラスで、レンジャークラスが戦場に出た時、緑の22の狼クリジャートークンを1体生成すると。で、2マナでレベルアップすることで、あなたが攻撃するたび、攻撃クリジャー1体を対象とし、それの上にプラス1カウンターを1個置くと。で、4マナのレベルアップ3で、で、あなたはいつでもあなたのライブラリーの上にあるカードを1枚見ていいと。で、あなたはあなたのライブラリーの上にあるクリーチャー呪文を唱えてもいいよと。いうことで、こちらね、フォーゴダンレルム探訪で初登場したカードなんですけども、前のスタンダード環境でも、採用率が凄まじかったことから、フォーゴダンレルムのトップレア扱いになっていたカードですね。で、こちらが新環境で今どうなっているかというと、以前からね、お伝えしている通り、現在はね、緑の入ったデッキの支配率が高く、こちらもね、エシカの戦車と相性もいいことから、依然として変わらず幅広いデッキに使用されているような状況になってますね。よって、現状採用率33% で、スタンダードで最も使用されているカード第9位にランクインしているような状況となります。で、これにより注目度、価格ともに上がっていて、現在日本では1080円まで上がってるんですよね。で、こちらに関しては、ちょっとね、判断が難しいんですけども、買い、もしくは券がいいんじゃないかなというふうに思っていて、理由としてはね、こちらも海外の価格見ていただきたいんですが、現状海外の価格が 18.99 ドルということで、もう2000円を超える価格まで高騰してるんですよね。まあ、なので、すでに日本でもかなり高い水準ではあると思っているんですけども、海外と比べると約2倍程度の価格差がついているような状況となります。まあ、なので、ここまでのね、価格差があるのであれば、買いでもね、当分は損する可能性低いんじゃないかなというふうに思っているので、買い時をね、探している方に関してはありだとは思うんですけども、いくらね、やっぱり供給枚数が少ないフォーゴダンレルムに収録されたカードとはいえ、スタンダードセットのレアで1000円超えっていうのは、結構リスクも高いので、他の方に関しては兼、で、持ってる方で売り時を探してるっていう方に関しては、今後ね、さらに値段が上がる可能性がありますので、これ以上上がってくるようであれば、売りの選択肢を取るのがいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては、1000円以下であれば買い、1500円以上で売るぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい、今週の第1位は記憶の反乱になります。こちらも初登場の方なので、効果を説明すると、4マナのインスタントで、あなたのライブラリの上にあるカードを X 枚見ると。で、X はこの呪文を唱えるために支払ったマナの点数に等しいと。で、そのうち2枚をあなたの手札に加え、残りをライブラリの下に無造作で置くよと。で、フラッシュバック7マナを持っていますよ、ということで、こちらね、イニストラード真夜中の狩りで登場した、青のドロースペルなんですけども、こちらの注目度が今めちゃくちゃ上がってきてるんですよね。で、理由としては、現在ね、スタンダードでイゼットコントロールをはじめとして、ディミーアコントロールなどの非常に幅広いデッキで採用され始めてるんですよね。で、しかも、イゼットコントロールに関しては、先週お伝えしていた通り、現在のスタンダードのトップメタとなっていて、環境を支配するデッキなので、需要の総数としては凄まじい量になってますね。で、しかも、こちらすでにね、スタンダードだけではなく、モダンでも採用され始めていて、これもね、先週、今週とお伝えしている、モダンのトップメタになっている、青白コントロールに採用され始めているので、こちらでもかなりの需要があることが想定されますね。で、ということで、今ね、こちらの注目度がかなり上がってきてるんですけども、現在の価格が800円と、いう価格まで上がってきてますね。で、こちらに関してもね、ちょっと判断難しいんですが、現段階であれば券がいいんじゃないかなというふうに思ってますね。で、理由としてはね、まず海外の価格を見ていただくと、現状海外の価格がなんと4ドルということで、海外ではね、現状日本の半額程度の水準になってるんですよね。まあ、なので、今日本はね、世界的に見ると結構高い水準で、まあ、なので、券とさせてはもらってるんですけども、まあ、正直ね、今後海外でも上がってくるだろうというのが僕の読みで、で、これはね、なんでかっていうと、日本と海外のね、競技需要、まあ、今回で言うと、スタンとモダンの需要になるんですけど、まあ、これに関しては、今、そうは変わらないと思っていて、まあ、今回ね、紹介したカードも、先週にお伝えしていたカードでも、海外でも競技需要があるカードってかなり高騰し始めてるんですよね。で、その中で、この記憶の反乱だけ高騰してないっていうのは、むしろ違和感というか、多少のね、メタゲームの違いはあっても、ま、さすがにここまでの乖離は生まれないんじゃないかな、というふうに思ってるので、まあ、今後は上がってくるんじゃないかな、というのが僕の読みではありますね。まあ、なので、海外の動向を伺いつつ、値上がりの兆しが見えるようであれば、日本でも買いの選択肢が出てくるんじゃないかなというふうに思いますし、不要な方に関してはね、その先に売り時が来ると思いますので、今後の動向に注目しておくといいんじゃないかなというふうに思います。
よって基準としては、600円以下であれば買い、1000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。今週はね、引き続き、スタンダード環境で注目度が上がっているカードや、モダン関連のメタの動きによって注目されたカードがランクインする形となりました。先週ね、個人的にはここからは、競技需要の高いカードの注目度が上がってきて、市場がね、活発になるんじゃないかなというところをお伝えしておりましたが、正直個人的な感覚としては今週は思ったより動きが少なかった印象ですね。まあ、しかし、今ね、イベントがついに解禁されて、まあ、テーブルトップのね、大きいところでは、今週行われた世界選手権もそうですし、今月中に行われる、MMM ファイナルズやエターナルパーティー、あとは神決定戦など、国内での大型大会っていうのがかなり多いので、まあ、今後はやっぱり活発になっていくんじゃないかなというふうには思ってますね。まあ、なのでこちらに関してもね、それ関連の動きがあれば、動画でお伝えしていけたらと思います。でちょっとね、連絡なんですけども、楽しみにしてくださってる方にはね、申し訳ないんですが、来週ね、どうしてもちょっと外せない用事があって、ランキングの方はお休みとなりますので、ご認識いただければと思います。はい、というわけでこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。